はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっております。今回はね、投資仕事で、稼いでる人というのでね説明したいと思います。通常ね投資仕事で大金稼ぐには、自分たち人間の仲間が保安力の手助けをしなければ 100% 稼げません。私と違ってね上の生物と言ってまして、私の場合はね一人で、保安と投資の技術で稼げますけれども、保安投資の技術からですね、保安力っていうのはの仕事がまた100倍必要なんですね。約 99% 99倍ね必要なんですよ。で通常一人では誰でも億万長者になれません。人間の場合はね、それでね、稼げてるからすごいなって技術があっていいなっていうのは保安士、それで稼げてる場合はね人間たちがねで億万長者になってるっていうのは保安仕事を99倍も他の人がやってるんですね。だから選ばれた人じゃないと1000バックに、だから100人もね手を貸してタダで仕事やってあげてるんですよ。まあ99人って言った方がいいかな。どんなに技術持ってて投資がうまくてもバックに99人人間がねタダでね保安力の仕事を貸してあげなければ、どんなに頑張って人間の場合はね、億万長者にならないんですね。だから私がね人間たちでそういうふうなことでっていうかよく知ってるんですけれども、例えばねだからどんなに稼いでる億万長者でも、その言うなればバックの指導がいないと稼げないわけですね。だからその指導を作らないと自分が稼いでも保安力守れないからね、言うなら指導になれなければね、億万長者のいるか貧乏になるしかないわけですよ、ね、だから人々のためだったら何でもするんです。特攻隊だろうと死ぬことでも全然関係なくて、 その頑張りさでもらったりとかね、だからじゃあ許すっていうようなことでね周りがやってまして、だからちょっとやばいんですね、みんな人間の場合の億万長者は本当に自分で稼いでる人誰もいませんからね。技術があって稼げても保安力は99人もバックで、ま、ねその100倍ぐらいですね、ただで仕事をやってもらわないと億万長者になれないんですよ。だからその人たちはそれをよく知っててね、人間の仲間の手助けするためにその人間たちに条約というかね仕事をねそれをやってもらうために人々の言いなりというわけじゃないけども取り組みがあってね、ねで殺し屋でもやるわけです、悪いことでもするとかね、なんかの時とかあるんで全然やばくて近づけません。人間たちの億万長者誰でもそうなんだけども自分で 100% 稼いでませんから、自分の金じゃないみたいなもんですね。それしかいませんからやばい人間なんですね、人間の億万長者は。だから普通の人の方が安全ですね。だから絶対近づけないっていう感じですね。人間の億万長者は全部ね、バックでお金を出してもらってる人しかいませんから、自分の力で稼げてませんから、全部仲間の手助け、コネですね、コネというかシートというか
他に仕事してやってもらってるわけです。だから非常に危険者しかいません。そんなことでね、しょっちゅう怯えるようなこともありますしね、人もいますし、ちょっとまともじゃないですね。だから私の億万長者本物の貴族の半魔岩先生の場合は、自分だけで法案も取りますし、そういう能力、人間とちょっと生物が違うんでね、自分でやるんですね。全部法案とか C でもないですね。ということをよく注意してください。いろいろFX の先生とか稼いでる人とか YouTube でやってる人いますけど、みんなそうです。全部シードだから、本人が全部全然稼いでませんから、100分の1しか稼いでませんから、実際は。多くてもね。それをよく注意してください。だから、話聞いたって全然勉強にもならないですね。ということです。私の場合はね。ただ、一つは稼げてるからね。100分の1は稼げたりとかね。勉強してるんで、そういう面で人間たちのテレビなんでね。まあ、勉強になるんじゃない。同じようなことをまたやるという、やりたい人が出てきますからね。C というね、法案だけ仕事全部やってもらうとかね。そういうふうな勉強ですよね、テレビっていうのは。全部そうなってますので、ね。ただ危ない人たちばっかしですね、しかいませんから、ね。何するか分かんないですね。全部そうですね。ということをよく勉強してください。どうもありがとうございました。